鞘山ゴルフクラブは埼玉県入間市下矢が抜きに広がるゴルフ場である。鞘山ゴルフクラブは埼玉県入間市金須の用地を日本マラソン界の浜田特会から紹介されたことが始まりである。1958年10月28日、経営母体の武蔵野開発株式会社を設立、会長に日本航空株式会社の石川三木武 社長に日本ゴルフ協会の小寺リジが就任した。コース設計は小寺リジに依頼、商事は米国プリンストン大学に留学し、戦後、日本ゴルフ協会の中枢で活躍、軽井沢ゴルフクラブ会場、嵐山カントリークラブ会場、相模原ゴルフクラブ会場などの設計を手掛けた。1959年10月25日、西山が丘寮に、 佐山ゴルフクラブインコースの9ホールが完成。同年11月15日、アウトコース9ホールが完成し仮会場した。1961年4月7日、クラブハウスが完成し会場した。1963年12月、増設の9ホールが完成し、全27ホールとなる。その後、コースの改造を実施、1971年10月、 南コースの改造を安田光吉に依頼し実施。その後も2グリーンに改造を竹村秀夫に依頼、1979年11月、西コースを1981年11月、東コースを1985年9月、中コースを実施した。2002年4月、全コースの改修を川田多造の設計により実施し、ベントグリーンを サンドグリーンへの改造を開始し、2003年7月、改造工事を完了した。2015年3月、各コースのバンカーの改修工事を、会合ルビーに依頼し、工事が開始された。日本のプロゴルフメジャー大会の一つ、日本ゴルフ協会主催競技でもあり、日本選手権大会に相当する、日本オープンゴルフ選手権競技大会の開催実績がある。 郵便番号358-00421埼玉県、入間市下屋が百492番地鉄道道路。ありがとうございます。